では準備ができたようです。始めていきましょう。本日予選最終試合、野獣と美女 VS 火花の試合です。参りましょう。波動ファイト。さあお互いが、シールドプレイヤー1人ずつの1壁、開幕4枚抜きを決めてきました。ネガティブ選手。さあそして、初出場、イオポン選手が、アタッカーですね。さあまずさあ4枚抜き決め返してきました。1対1。さあ点数を落としたときに、一気に攻め時、野獣と美女もシールドを使ってきました。1対1同点、イーブンの試合展開。さあ両アタッカーのライフが残り1枚。取ってくる、うまいな。さあまだ分かりません。ここで同点に追いついてきました。さあシールドの残り枚数は野獣と美女が若干有利。さらに追加点、1点差。さあリードしている。逃げ切るか、最後に攻めてくる。さあこのままアタッカーを攻撃的な位置に送り出すが、残っていた1枚のシールドで、さあイオポン選手1点獲得。3対3、残り同点です。残り時間少なくなってきた。取ってくる、1点差。取り返せるか、野獣と美女逃げ切りました。3対4で火花の勝利です。さあ第1ブロック予選